さあ選手を紹介いたしましょう。残念ながら惜しくも先ほど敗れてしまいましたが、3位決定戦で、争います。武部真央、そして淵上真央、魔王対決がここに実現しています。さあどちらが先行でしょうか。武部真央選手先行でいきましょう。女子オープンクラスの3位決定戦スタートです。さあメソッドのバックフリップから入ります。大きいグラブ、そしてラインをちょこんと、もう一つグラブをかけて、そしてラインを内側に真央選手へ譲ります。15秒、16秒使ってのパフォーマンス。内側に真央選手、高さを出してブロックリップ、そしてフリーホールドつなぐテンション、ナイス。さらに前エンディを2つ挟んでテロテキ。さあここで決めてきました。最初からギアを上げてきました。対する武部真央、最初のライディングは様子見。さあ後ろから前へ、さらに後ろ、バックフリップとフロントフリップのコンビネーション540のバストバウンス、バック入れてフロントフリップからフロントフリップからさらにスカイダイブ、3つになりました。ナイス。さあ混戦の3位決定戦、飛ばしてきた淵上真央、2本目では内から入る。さあイラノフリッツ半分ひねってきた、さらにセブンセーティー、セッションセブンセーティー。さあ2回転の決めがここに来て良くなってきた淵上真央。さあゴール、武部真央がライン上で、先ほどはフリップのコンボ、今度はひねってきた、さらにひねってくる、後ろ1回転で半ひねり、アラビアフリップを2つ連続で重ねようというところでしたが、ラインアウト、わずかにラインアウトです。さあ、フチラインマーのパフォーマンス、レリバースブッドバウンスからクルックドロップに、ここは足技で最後にクルック、きれいに決めてきた。バックバウンスチェストバウンス、高く跳ねる、ここはクラーケン、バックバウンスからバックリップ、そして半分ひねってチェストバウンスで受けようというところ、惜しくもラインから外れてしまいましたが、武部真央何を持ってくるか、フィアレス1回転半から1回転後ろ、さあカバー決まった、ビートをピタッと止めました。後ろはビート、ここは止めきれず、残りが1分4秒。さあイメージ通り、さあイメージしています。何のイメージを描いていたのか、高い跳躍から何が飛び出てくる、記録が、フリーホール、
きだった。ベストマスターのバックリップの横に1回転2点とさらにコンビネーションフリーホール。ここは時間を17秒残して左側へ揺れていきます。残りが44秒。先ほどのブロックからのフリーホールコンビネーションしていきました。今度は何をイメージしているでしょうか。残りが40秒。まずはアラビアからマイティー、そしてアセンション。ここは綺麗に決めてきます。さあアセンションバックサイド360からフリーホール、ここも決めてきた。高い跳躍からフロントフィート、そして一番難しいフィートのキャッチ。さあ竹井を後ろから前へ、さらにフロックリップ1回転半、さらに前後ろ、おお仕上げた。ナイス、フリップ出してハイボールフリーボール。さあラストポリッカ16秒。シドニー・ナオ選手のラストトリックになりそうです。さあさあ決定戦を決定づける最後のライディングになるのでしょうか。勝っておきたいところ、いきましょう。3位決定戦ポイント11対6、女子オープンクラス3位を勝ち取ったのは一体どっち。勝者はお願いします。内側にも第3位、内側にも、そして第4位竹部も。